今日はなんと風間慎二さんと慎之助さん、はい、息子さんの、はい、風間親子、はい、パリ高でおなじみです。親子でパリ高に出たっていうのは日本人唯一なんでしょうね。ああ、そうなんだ。そうだろうね。あ、出たんですね。四人はね、菅原さんたちがね。うん、そうだね。そういえばそうだね。はい。で今、盛り上がっているのが SSPR ですが、はい、これはどういうイベントなんでしょうか。やっぱりみんなが 目標なしで走ってるんではなくて、やっぱり一つ目標を作ってやろうと、ステータスになるようなイベントを一つ作るしかないなと思ったんで、俺は冒険屋さんだから、やっぱり夜明けの、サンライズとサンセットの夕日、こういったものはこう、僕らはその冒険屋さんっていうのは、自然のね、あの神秘とか自然のダイナミズムに震えてるのが冒険屋さんの心だから、そういったものにこう触れて一日をね過ごしたら、バイクライフが素晴らしいもんだろうというわけで、まあ、考えたのが一日で完結するね、三大サンセットツーリングラリーっていうもんだったわけ。だから、まあ、新しいモーターサイクル文化がね、これによって生まれていけばいいなというわけで、いいプロセスは歩んでますここまで、はい、っていうのはその親子で来るね、夫婦で来る、それから若者がいろんな旅を、いろんな途中のね橋を目指したり、寺院を目指したり、グルメを目指したり、温泉を目指したり、さまざまなやり方があっていいと思うわけ。さまざまなやり方でもって、でも決められた一つのサンライズとサンセットをみんなで共有するっていうところで集うと、そこがまさにこう情報の交換の場で、面白いバイクのね人たちが揃ってすごくこう盛り上がっていくという感じなんだよね、うん、僕たちってさ島国だけどね、はいはい、やはり大陸のコースト、イーストコースト、ウエストコーストとか憧れたじゃない。なるほど、ね、アメリカのやっぱ西海岸なんていうのは言葉だけでも震えちゃうわけだよね。そういう意味では俺たちも太平洋、パシフィックオーシャンっていうでかい海原があって、はい、そこはもう雄大なね、うん、地球規模のものなんだよね、まあ、そこを伝わって大西洋じゃなくて、なんだっけ日本海行くっていうのはちょっとかっこいいじゃんと、はい、だからちょっとサブタイトルがコースト・コーストなんだけど、うん、まあ、これもちょっとなんとなく憧れが入っててね、いいし、あともう一つね、この SSTR のキャッチってのは、チェイシング・ザ・サンなんだよ、太陽追っかけろ、これもちょっといいでしょ、はい、もうなんかいろいろとさ、もう憧れ出しちゃうわけ、はい、どっかバイクとはいえ、こう太陽ってものを自分の呼吸とか、今生きてることにつなげて見るってことはね、やっぱり旅ならではの一つの産物として、素晴らしい発見だからね。そんなことも一日太陽をかけながら走ってくるってのもいろいろ深いんですよ。50も1500も当分に中身を通ってるわけだ。こんだけバイクで自分がこうしてきたっていうそのプロセスと、人間の一つの発す、どう叫ぶかね、どうなるのか、どう泣くのかっていう部分を称え合う。慎之助さんの活動とかを見て、うん、はい、あ、おじさんたちだけのものじゃないんだって思う若い方もいると思うんですよ、うん、はい、例えばこれに出たいからバイク買ってみるとかね、そういう広がりとか、僕すごく親子でやってるのって意味があるなと思って、はいはい、親子で実際来る方も多いんですか、うん、そうですね、いっぱいいますね、結構ね、一番最初始めたのが2013年だよね、うん、2013年の時に後ろに乗ってた子供が免許を取って2人で来るとかね、はい、ね、うん、はい、最初に後ろに乗ってきた子がバイクに乗ってきた親子がね、テントの中を覗くと、もう一人の子供を後ろにやっぱり乗って3人で来て、お父さんが今日は宿に泊まらないで今日テントなんだって、でコーフェルで持って召し上がりながら今日どうだったって3人で話してる中身が、ここ
初めてのロングスリングで出た16歳の子供のバイク、それからここまで連れてきた お父さんのバイク、みんな当分にさバイクっていうものを共有した一つの話としてね、これはあるジェネレーションを全て超えた中でのバイク文化がそれこそここに繰り広げてあるわけでね、そういうふうに中身を十人十色の人それぞれのバイクっていうものがそれぞれにあるっていうことがお互いにちゃんとそれがこうディティールがはっきりしていっぱい出てきて、それのにぎわいがやっぱり文化なんだよ。そこが出てくれば本物だなと。まだまだねやっぱ若い子たち結構この SSTR 出るのに足踏みしてるかなっていうのは僕も感じたりとかするんで、はい、そこをねこう今やっぱどうしても SSTR も、まあ、バイク業界もそうかもしれないですけども50代とか40代50代60代が一番メインの層だと思うんですけど、その人たちがわっていっぱいいるからこう一歩いけないなって思う若い人たちいっぱいいると思うんですけども、同じねバイク乗ってるんで同じ趣味を持ってる人たちなんで年齢とかねそういうの関係ないかなと思うんで、ぜひねそういう若い子たちにももっともっと入ってきてほしいですね。普通だったらツーリングとかしててパーキングとかだってでかいバイクかっこいい 1000cc とか、まあ、1500とか、はい、まあ、それこそハーレーの大きいのとかも、はい、うん、スーパースポーツとかも乗ってて、そこに例えばカブとか 50cc とか125とか来たら大概この一般的なこうなんていうんですか、うん、ステータスって、はい、絶対なんかこの高排気大排気量の方が上みたいな、高いバイクの方が上みたいなのあるんですけど、この SSTR に関しては 50cc でこの工程来たって、うん、小排気量で、うん、下道で全部来た、すげえじゃんってなるんですよね。そのなんか逆転の仕方というかっていうのが非常に面白いなと思うし、もう威張れるんですよね。50で来た、俺は50で来たぜ、はい、下道オンリーで来たぜっていうのって、うん、最初嫌いでね、だからあり、そうなんですか、スプリントばっかで、あ、はい、モトクロスやってた時はね、はい、多分ね、ダカールラリーの概念を、うん、多分つまり単調な、はい、退屈なエンデュロラリーだと思ってたわけ、はい、なるほど。で、出たらやっぱね、多分子供の頃ってやっぱスーパークロスに憧れたし、うん、年寄りのスポーツみたいに若干見てた、ね、なるほど、絶対あったんですよ、それは。そうじゃなかった、そう、それがやっぱバッハとか出てみたらね、めちゃくちゃ面白いと、はい、こんな素晴らしいレースがあるのかっていうクロスカントリーラリーっていうのがね、はい、でそこから始まって、まあ、ダカールを目指し出してからバッハこう出たんですけども、まあ今一番面白いですね、そのやっぱモトクロスとかもやっぱもちろん好きだけど、なんかそうじゃない魅力、バイク本来の魅力っていうかね、そういうものがあるのかなっていうのは、ほらクロスカントリーっていう言葉があるでしょ、うん、ああいうやつをオートバイでクロスカントリーやるっていうのを短時間でやったらモトクロス、うん、それ長距離でやれば ラリーとかエンデュロになるわけだよね。だから30分であるスプリントをさ、今30時間走ってるわけだ、バッハなんか、うん、だからハードだよな、そりゃ、うん、うん、じゃあ、千木浜でお会いしましょうはい、もう行きますので、待ってます、千木浜で、はい、千木浜で、はい